今日はおばあちゃんのお家からお送りしてます。あきおめ、皆さん何してましたか？おせち食べましたか？おせち。あきおめ、私はおせちは食べました。お昼も夜もおせち食べました。いただき、明けおめことよろ、ことよろ。今年もよろしくです。なんか昨日0時00分にあのなんだっけ、明けおめをしようと思ったんですけど、お風呂入ってたら過ぎちゃって、1時10分ぐらいに明けおめになりました。レイニア、かわいい、ありがとうございます。ありがとう。明けましておめでとう。あ、なんかセンスがついちゃついた。そう、お風呂で年越しちゃった。お風呂で。でも来年からはあの夜まで入れます、成人だから。来年は一緒に年越せるかもしれない。一緒にハウステンボスライブ楽しかった。楽しかった、めっちゃ。なんかめっちゃびっくりしたのが、あのめっちゃ結構寒かったんですけど、あのライブを半袖で見てる方がいらっしゃって、ロッキーの T シャツ、ロッキー生の T シャツ着て半袖で見てる方いらっしゃって、寒そうって思いました。でもなんか寒そうだったけど、こうやって動いてたからね、大丈夫かな、風邪ひいてないかな。あ、トールさん、おうちは扇、扇ありがとうございます。はるっかいさん、明けおめありがとうございます。レイニア、明けおめありがとうございます。今半袖じゃない、実は長袖なんだ。長袖長袖。和室感すごい。お母ちゃんち、おばあちゃんちだよ、おばあちゃんち。おばあちゃんちです。あのね、固定するところを探してて、ずっとスマホを、だけど固定するとこを見当たらなくて、手が固定場、手で固定してます。実はブレてないですか、ちゃんと。さっきまでいとこと一緒に鬼ごっこでね、かくれんぼしてました。おばあちゃん家でいとこと弟と弟で、友達とご飯食べる予定だったけど抜けてきた。あ、友達悲しんでるかもしれないですよ。まあ、リチャキも友達だもんね。友達、じゃあご飯食べてください。今新年早々リチャキメールに癒されました。本当ですか、やった。リチャキメール今日何個送ったっけな、2個1個くらい送った。ちょっと手が疲れてきた。反対でしょ。どうですか、私新年になってちょっと大人っぽくなりましたか。大人っぽくなったかな。そう、お正月といったらやっぱりおばあちゃん家だよね。今日は実はお昼にはお餅2個食べました。ちゃんと2個食べました。お雑煮の2個。めちゃきは親友やね。親友だよね。握手。遊びに来たよ、やった。ありがとう、遊びに来てくれて。みんなお正月はお家でゆっくりしてますかね。私もね、今日ね、なかなか起きれなくて9時50分ぐらいに起きました。起きた。肩が出てる。そう、肩が出てるの今日。あんまりここら辺にしとこう。新年リチャキをショールームで見れたから最高な一年になりそうで。そう、新年私もね、絶対新年はみんなとご挨拶したいなと思って、あ、ちょっとご挨拶しとこう。新年明けましておめでとうございます。パチパチ。なんて言おう、寒い日がこれから続くと思いますが、皆さんとリチャキであったかい一日にしましょう。イエーイ。メリーゴーランド乗った？昨日は乗ってない。昨日乗ってなくて、1週間前ぐらいに乗りました。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。おしゃれな言い方で、今日で27歳になりました。え、すごい、今日誕生日なんだ。おめでとうございます。
めでとうございます。リチャッキ、去年以上にいいお年にしようね。しましょう、いいお年に。フランさん、かわいい、ありがとうございます。はるかいさん、おっと、センス、ありがとうございます。アリサちゃん、ハート、ありがとうございます。初見さん、アンディさんかな、ありがとうございます。アリサちゃん、ハート、ありがとうございます。アフロユージさん、あけおめ、ありがとうございます。アリサちゃん、ハート、ありがとうございます。おー、昨日のね、ちょっとカウントダウンの裏話があって、カウントダウンの時に、あの1列とか並ぶところがあるんですけど、1列なんか下手と上手で、あのあれ実は身長順になってるんですけど、なってたんですけど、その時に私は上手、下手と上手が私実はよく分かってないんですけど、まあどっちかで、多分下手で、下手にいて、そのねリハーサルの時に、その時に身長順に並んでって言われたんですよ。で私、あの結構一番高いと思ってたんですけど、なんか身長を下手のメンバーで比べてやったら2番目にちっちゃかったんですよ。私がゆいなの次になぜかちっちゃくて、そしてそれ並んだんですよ。そしたら先生が、あの1番落ち日と2番落ち日こっち来てっていう感じで、2番落ち日で私で、ちょっとめっちゃ恥ずかしかったです。いつも名前呼ばれる時に2番落ち日こっちって言われて、落ち日じゃないしって思いながら、高校生で多分たまたま下手がちっちゃかった、大きかったのかな。2番目でゆいなの次が私で恥ずかしかった2番落ち日でだった。2番落ち日ね、本当はさ5番目ぐらいにさ、お姉ちゃんなのにいくのちゃんがめっちゃ身長高くて、そう、私、ゆいな、しぶいちゃんとかそういう感じで、しぶいちゃんより高かったのに、この前までおちびって言われちゃったでもだからね、2番おちびだったから、2番おちびの場所でした私はしかもね、あの衣装に一人ずつ髪飾りがついてるんですけど、私は大きいリボンがついたカチューシャで、小学生って言われました。でもカチューシャ可愛かった、カチューシャ好きちょっとどっか置くとこないかな、置くとこ探すためにだよかな、キャー、どっかないかな、置くところ、なんか置きたいんだけど置けないかな、なんかここに移動しようかな、キャー、なんかさ固定するさ、あの固定の道具を持ってこようと思ったんですけど、おばあちゃん家にちょっと大きくて諦めましたタンスの取っ手に立てかける、確かにやってみるね、タンスが閉まんなくなっちゃったルームツアーおばあちゃん家ちょっと待ってね、布団をあげよう、おお、おかれで、できるかな、ルームツアーみたいな、でもここにかけたら立ってから配信することになっちゃう、立ち配信にする、立ち配信、ちょっと暗いかな、待ってゆっくり返っちゃう、ここはちょっとどうしよっかな、こっちに置いたらいいかな、ここ立ち配信、みんなちょっとさ暖房消してきていい、ちょっと暑い、動いたら暑くなっちゃった、立ち配信立ち配信にしようかな、でも暗い、なんか暗くない、暗くないかな、テレビ台に置いてみたら、親戚一度集まってんの、集まってます、一度かな、一度ではないかも、いとこちゃんが来てます
いとこちゃんと一緒に鬼ごっこじゃない、かくれんぼしてました。2回目の街。カレンダーはまだ12月ですか。12月だ、後で言っとこ。見やすいけどリサキの体型きつくない、きつくない、私こんな感じ今体勢。今日テンション高くない？そう？でも新年だからかもしれない。新年はやっぱ上げていかないとね、てか上がっちゃうんだよね多分。いとこちゃんなんちゃい？いとこちゃんはさっき年聞いたんですよ。私小6と思ってたら小4でした。可愛いんだよめっちゃ。クロちゃんアットマーク黒田さん、お餅ありがとうございます。ノースリーブだね。違うよ、これだよ、長袖。実はノースリーブはちょっと寒すぎる。お洋服はどこのブランド？何だっけ、エブリンってとこです。初めて買いました。実はいや初めてじゃないから、お母さんが昔前買ったんですけど、熊タワー来た。そう、どこだ。あ、待って、修行さん、クマさんありがとうございます。新年からちょっとクマポーズしとこう。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと待ってね、私ちょっと読んでなかったあのギフト。アリサちゃんだるまありがとうございます。アリサちゃんハートありがとうございます。イッチーさん星ありがとうございます。ちーさんお餅ありがとうございます。アリサちゃんハートありがとうございます。まゆかちゃんうちわじゃなくて扇ありがとうございます。べーやんあきおめありがとうございます。るんるんハッピーニューイヤー2023ありがとうございます。アリサちゃんハートありがとうございます。トールアリダスマンさんハートありがとうございます。タモちゃんお餅ありがとうございます。しましゅんさん星ありがとうございます。赤くるカレオシさん明けおめありがとうございます。アフロユージさん明けおめありがとうございます。はるかいさんおーぎありがとうございます。フランさんかわいいありがとうございます。アリサちゃんハートありがとうございます。きょうさん抹茶リン家族さんハッピーニューイヤーありがとうございます。フランさん明けおめありがとうございます。ぼやきーさん、あけおめありがとうございます。のぶ CK さん、あけおめありがとうございます。はるかいさん、あけおめありがとうございます。ひでさん、あけおめありがとうございます。レニア、あけおめありがとうございます。トールさん、センス、ありがとうございます。かずち、あけおめありがとうございます。よし。いいところの中では一番年上なのかな？そう、年上なの、私。年上なんだ。お姉ちゃん、お姉ちゃんだからね。あのでもね、さっき鬼ごっこでじゃんけんしたんですけど、5人で負けちゃって、あのみんなを探しに行きました。ちょっと体勢きついから腰をやっぱり怒らせよ。いしょ。いやー、ちょっと新年だから落ち着く。アリサちゃん誰もありがとうございます。違うよ、ノースリーブじゃないんだよ、これなんだ。実はでも寒かったからさっきまでカーディガンを着てました。でも今は大丈夫。ここに置けるかな、ティッシュのとこ。こんばんは、こんばんは。やった、みんなで新年を迎えられた。最近気になり始めました。ゆいなちゃんより1個下なんだね。ん？私のこと？私？私じゃないよね。私じゃない、私は1個上じゃない、1個下じゃなくて、私はあれだよ、何個上だっけ、7個上、違う、7個上だよ。新年早々リチャキかばいね。いやいやいや、それほそれじゃあ、それほらありがとうございます。ポテに餅ありがとうございます。お餅食べた？みんなお餅
久保地さん、明けおめありがとうございます。お年玉もらった？もらった。さっきからこのコメントめっちゃあったんだけど答えてなかった。アリサちゃん、ハートありがとうございます。リチャキは高校3年生？今年で高校3年生になっちゃいます。そう、修行さん半袖着てましたよね。めっちゃ寒そうって思いながらみたいな。でもなんか踊ってましたよね。だからちょっと暖かかったかな。ちょっとだけハウステンボスのミッフィーのグッズ買った？買ってない。買いたかった。今年13歳じゃなかったっけ。あー、また13歳とか言われてる。オフショルで大人っぽい？大人っぽいですか？待って、なんかさ、いっぱい話したいことあったのに忘れちゃった。何だったっけな。何だったっけ、なんかいっぱい話したいことあったのに、面白いことあったのに忘れちゃった。そう、いぶきさんとラスト JK、 ラスト JK、 バスの中のエピソード。バスの中のエピソード、でもうららっちとずっと隣でした。うららちゃんと隣で、うららちゃんとずっと手つないでた。手つないだツイッターの動画あげたので、よかったら見てください、私たちのラブラブを。お化粧上手くなったね。本当？わかるかな。なんか髪の毛ついちゃった。滑らない話お願いします。滑らない話？滑らない話なんかあるかな。滑らない話か。そうだね。この前の昨日のハウステンボスのライブ中に、ライブの時に靴下を脱いだんですけど、ライブの用の靴下を履くから靴下を脱いだんですけど、そしたら靴下がなぜか行方不明になっちゃって、ずっと探したんですよ。靴下の探すために出てずっと靴下を探したんですけど、自分の見当たんなかったですよね。だから多分その楽屋の中に私のことが好きな人が多分いて、靴下をちょっと取ったのかなって思ってます。面白くないかもしれない。で結局裸足に靴を履いて帰りました。靴下が見当たらなかったです。取ったでしょ、靴下取った？私の靴下。滑らんなって、ありがとうございます。そう、靴下取ったかなって思ってたから、ショールーム見てる方が靴下なくて裸足で帰りました。靴下めっちゃ探したけどなかったです。そう、すごいファンがいるんですよ、多分うららかな。昨日手繋いでうららかな、靴下。そう、靴下フェチがいるのかな、もしかしたらね。靴下、あの白い靴下に青のマークで、なんか海みたいな感じのマークが書いてある靴下です。見つけたらリサケのとこに届けてください。届けてね、見つけたら。今なら正直に言っていいよ、今なら正直に。もし家に持って帰ってたら正直に、今なら許してあげる。めっちゃ最近めっちゃ気になってるから、お話し会取るね。本当ですか、ありがとうございます。ぜひ来てください、皆さん。たくさんお話ししたいです、私も。そして親友になりたいです、皆さんと。はじめまして、はじめまして。なんか鈴見さんって名前聞いたことがあると。あ、このさっきツイッターフォローしてくれましたよね、多分。靴下にウニのマーク、そんな高級なウニがついてるんじゃなくて、靴下に海です、海。友達に宣伝してきます。本当ありがとうございます。やった、じゃあ友達とも、まゆかちゃんの友達とも友達になろう。ポテちゃん餅ありがとうございます。
すごいギフトもちゃんと明けおめのギフトだ。かわいい、あのさ、あのショールームの横にタコがいる。タコなんだっけ、これなんて言うんだっけ、タコなんだっけこれ、タコ風船なんだっけ、タコがいる、タコわかんない、タコみたいなやつがいる。リチャキと愉快な仲間たち、いいね、なんか愉快な仲間たちですお洋服かわいい、かわいいですか、やった嬉しい。新年だからちょっと新年っぽいお洋服を選びました新年っぽいかな、なんだろう、タコかな、わかんないけど、なんかいますねタコしたい、タコあげてみた。おせち料理は何が一番好きなの、何が好きだろう、エビが好きかも、エビ大好きです、私エビが美味しかった。おばあちゃんのお家にリシャキグッズあるかな、あったよ、でもこのお部屋にはないんだけど、下のお部屋にいっぱいありました。髪型のポニテめっちゃ可愛い、ポニテだよ、見えるかな久しぶりにポニテールした。最近は意外と下ろしてたんですよ、ずっと。今年のお話し会初めてレジャー卿を取りました、優しくお願いします。どうしようかな優しくしますね、じゃあ優しく。商品紹介面白い、リチャーキーポーチは寝る時も一緒は笑ったわ、寝る時も一緒ですよ、でもそしたらリチャーキーの夢見れるよ、リチャーキーの夢。今家族は配信見てるの、見てます多分多分見てる、でもちょっと恥ずかしいな、見られてるの、隠れようかな私もさ、おみくじ引きたいなと思って、皆さんがリチャキメールとかでおみくじ引いてるの見て、あのいいなって思って、何吉だろう私。でもね、聞いて、あのね、修学旅行の時にあの引いたんですよ、鶴のおみくじ、鳩神社のやつを引いたら今日でした。今日だったの、あの今日で、なんかちょっとね悲しかったです、悲しかった。でもで2回引いたんですよ、鳩おみくじと萌子のおみくじ、普通のおみくじみたいな、そしたら1個が今日で2個目が小吉でした今日は伸びしろがあるよね、そうなのだよ、そう3回メリーゴーランドとか乗れた、そう3回乗れたかったけど、私は雷、なんか音がした、もしかして雷じゃない、みんな大丈夫そうだからもう一回引きに行きたい、お正月に、お正月じゃない、もうすぐに引き直そう有沙ちゃんハートありがとうございます。あの修学旅行の時に鳩の神社に行って、あのおみくじ引いた後にあのいちご飴食べたらめっちゃ美味しかったです、いちご飴。今年も住吉神社に行こうかな、いいですね、私もちょっといつか行こう、そしておみくじ大吉引いたら見せますね皆さんに今度はきっといいのがおみくじ出るよね、出ますよね多分。ちょっとみんなでおみくじ作ってください、私用に大吉にしてね、大吉
大吉にして。おみくじは引き直しはいいけなばい。お、いいけなばい。私も使おうかな、方言。妹にしたいぐらい可愛い。え、お姉ちゃんじゃなくて、お姉ちゃん、お姉ちゃんにしてもいいですよ。アリサちゃんハートありがとうございます。手ぶれが10回ぐらいまとめて弾いて一番いいの信じよう。そうしよう。なんか弟の声がするぞ。弟の声がする。ココッピは太宰府に行くそうです。え、いいな、太宰府行きたい。太宰府の抹茶のやつ食べたい。抹茶、抹茶のケーキみたいな箱に入ってるやつ食べたい。はじめまして、同い年で嬉しい。本当ですか、やった、同い年、やった、友達だ。じゃあ生活音、生活音。福袋って毎年買ってる？うん、買ってない。あの、今年買おうかなって思って YouTube で好きなブランドとかを調べて福袋って調べたんですけど、あの、やめました。結局買ってない。もう自分で好きなの買おうかなって思ってる。みんな買うんですか福袋？え、なんかさ、いい福袋、おすすめの福袋あったら教えてください。私に太宰府行くと梅がえもち買ってしまう。え、ね、梅がえもちめっちゃ好き、美味しいよね、大好き梅がえもち。遊びに来たよ、ありがとう。お正月に来てくれてありがとうございます。みんなお正月一緒に過ごしましたね、これで。初売り行かないの？初売りね、初売りってさ1月2日のこと？それとも1月3日全部初売りなのかな。1月もしかしたら、わかんない、安かったら、安そうでもなんかセールとかなってそう。涼しそうな格好してるけど寒くないの？うん、家の中は寒くない。家の中はね、あったかい。新年初のショールームありちゃき、ほんと？やった、嬉しい。私も新年初のお話はお母さんとおばあちゃんといとことおじさんとおばさんの次にみんなです。いちご大福もなか美味しいよね。いちご大福もなか食べたことない。そんなのあるんですか？食べたい。スクショ撮ってもいいですか？ダメだけどいいですよ。あ、ララポート私一回も行ったことなくて、実はララポートに行きたい。あの会場みたいにいるんですよね、ロボットか、ロボット行きたい。ララポート だいぶ親戚挟んだな。挟んだ、挟んでます。今靴下履いてるのなくなったまんま。今日の靴下はまだなくなってない。でももしかしたらみんなが取ったらなくなっちゃうかもしれない。え、雷聞こえる？みんなずっとグーってなってる。雷かな。リチャキの福袋来た。あ、リチャキの福袋もあるんだ。そうだ、リチャキの福袋、リチャキの福袋あるよ。みんなみんな買った？UFO 来たじゃない。よ、 UFO かもしれない。 UFO じゃん、 UFO。 UFO 見てみたい。アラポートガチャガチャあるよ。え、ほんと？ガチャガチャ好きだからちょっとやろうかな。この前ね、可愛いガチャガチャをしたんですよ。あのね、友達がちいかわっていうねキャラクターが好きなんですけど、私もなんかそういうキャラクター、好きなキャラクター見つけたいなって思って、そのちいかわランドってとこについて行ったんですよ、友達が好きだから。そしたらその横になんだっけ、うさぎおパンツマン、うさぎおパンチュってやつが、やキャラクターがあって、めっちゃ可愛いの、本当に可愛い。それからそのガチガチをしてきました。今度見せるね、出たやつ。
めっちゃ可愛い。あれ合ってるっけ名前。合ってなかったらもう本当にごめんなさいなんだけど、あのめっちゃ可愛いの本当に。可愛いんだ。あ待って間違った。ちょっと順番違った。おパンチウサギだったりですらしいです。ごめんなさい。めっちゃ可愛いの。みんな星になってる。みんなさ言えてないよみんな。星になってるよみんな。打てないんだね。めっちゃ可愛い本当に可愛いからみんな買ってみてください。あのねウサギが履いてるの可愛いんだ。おむつみたいなねやつ履いてるの可愛い。私はアイスクリームに入ってるウサギが当たりました。可愛い。リサちゃんハートありがとうございます。こんばんは。明けおめ明けおめ。今日はリングライトがない。リングライト、リングライト持ってくるか結構直前まで迷ったんだけどな、やめちゃった。こんくらい大きかったからやめた。リュックに入れようかなと思ったけどちょっとやめちゃった。見せて。あ今日はね持ってきてないの、家に置いてきちゃった。ウサギ気になって調べたらツイッターのフォロワー47万いて、嘘、そんなにいるんですか。負けた。ツイッターのフォロワー私の何倍だ。よし今度じゃあ私の新年の目標はそのフォロワーを越します。越したい。ウサギちゃん、ウサギちゃん私のライバルにしよう。じゃあ皆さん宣伝お願いしますね、ウサギちゃんに勝てるように。みんなで越しましょう。みんなでみんなで一緒に頑張ろう。みんなも越そうじゃ。みんなもそう今持って配信してるの初めてかも。持って配信はでもこうやって近くできたり遠くできたりできるよ。今年の目標はリサキをツイッターでたくさん宣伝すること。お願いします。宣伝してください。お願いします。ちょっとアリサちゃんハートありがとうございます。ハピーチさん似合うありがとうございます。カズキチハートありがとうございます。明けおめことよろことよろことよろです。リチャッキーズ大軍団かな、ね、大軍団だね。リチャッキーズ大軍団今見てる方は多分リチャッキーズ大軍団ですよね。こんばんはこんばんは。実はツイッターのヘッダーっていうのかな、ヘッダー壁紙、壁紙を変えてます。実はチェックしてくださいね。2023にしたちゃんと。お誕生日のお話会も撮ったよ。本当ですか、ありがとうございます。じゃあ私がお誕生日のバースデーハッピーバースデー歌いますね。アリサちゃんハートありがとうございます。ちょっともう一回置いていい、ちょっと疲れてきた。私なんかちょっとよいしょ、新年になって背が伸びた気がするからちょっと見てもらおう。伸びたかもしれない。ちょっとこうしたらいいかな、あ見えないかな、あこうしたらいい感じかも。お、ちょっといい感じ、こうしよう。リチャッキーズに加入できる条件なんですか。谷を越えて山を越えてラーメンを10杯食べてリチャキを味わってそしたら入れます。嘘だよ、誰でも誰でも大歓迎、大歓迎だよ。そうヘッダーを買いました。リチャキスタイルいいね。見えてますか。見えてる、本当ラーメン10杯食べてきてね。明日から仕事始め、
明日から仕事始めなんですか。早いですね。ルンルン早い。ジャケの配信見たから頑張れ。やった、頑張ってください。頑張ってね。10杯でいいのか。あ、じゃあ100杯にしよう。100杯。ジャケ身長伸びてる。伸びてるでしょ、見て伸びてるの。タンスとどっちが高いか。何センチ ?160 ぐらいあるでしょ。1月1日だというのに課題に思われた。ねえ、リチャキもやばい課題。どうしよう。リチャキね、いつも宿題じゃなくて他の勉強しちゃうんですよ。先にすればいいんですけど、いつもこの冬休みも宿題じゃなくて、ずっとテスト勉強しちゃってて、宿題全然終わってない。やばい。終わってないの。藤崎身長高く見えるでしょ。高く見えるでしょ。これワンピースだよ。これはくるゆいなちゃんよりちょっと身長高いのかな。うん、うん、だいぶ高い。50センチぐらい高い。勉強してるだけ偉い。そう、勉強好きなんだ。勉強大好き。190センチぐらいに見える。本当？やった。だってね、2メートルあるから私。ロッキーで何番目ぐらい。ロッキーで何番だろう。でも本当に身長がみんな高いんですよ、ロッキーだから。ねー、ロッキーで何番だろうって感じ。言わないとく。20番目ぐらいって思ってて。20人もいないけど。打ち上げのラーメンを誕生させる。誕生させたい。誕生させたい。配信でさ、羽子板とかしたかったな。羽子板18人のうちの20人目か。そう、20人目なんだ。こんばんは、こんばんは。ここに住みたいな。ここなんか落ち着く。私結構おばあちゃん子なんですよ、実は。おばあちゃん子。ちっちゃい時からおばあちゃんの家めっちゃ大好きで、帰りたくないって言ってました、いつも。アリサちゃん、誰もありがとうございます。寒そうな服、寒そうでしょ。でもあれあるんだ、カーディガン。レイヤーちゃんが170センチって言ってたの。高いよね、レイヤー。あの時も言ってたよね、レイちゃん。あのお披露目の時、身長170センチみたいな言ってたよね。令和の令和姫。昇格したらどんなヘアアレンジしたい。私ね、ポニーテールが好きだから、ポニーテールしたい。ポニーテールが大好きなんだ。でも最近は髪の毛をくるくる巻いてみたいです。踊る時に巻いてから踊ってみたい。おばあちゃん公園来たことあるの。実はあります。来てくれた、この前。厚底スリッパが20センチ。どういうこと。厚底スリッパ履いてない、今。お星あげたの好き。お星あげた。トールさん、ハートありがとうございます。ほんでパンダがありがとう。中吉、大吉にしてよ。大吉だよ。大吉、こんばんは、こんばんは。ねえ、リチャキとオソロのニット届いた。あ、待って、あのさ、マイシュガーベイビーさんのやつ、あれめっちゃお気に入りなんだ。じゃあお揃いだね。あれはめっちゃ、私ちょっとめっちゃ買うか悩んで買いました。ちょっとお高いですよね。だからお揃い嬉しい。おみくじフレームだったのね。ね、中吉選んだのかな、もしかして。家では裸足、靴下でも
お家では最近スリッパ履いてます。タモちゃんさん、大喜利みたいなありがとうございます。ねえ、また上吉だ、やだ大吉がいいんだけどじゃあ2つ合わせて大吉だよね。中吉と中吉、大吉。お金は貯める派、使う派、ちょっと使う派。6期生メイクとかヘアアレンジ誰がうまい？誰だろう。でもあのね、ナナちゃんの私服めっちゃ好き。ナナカちゃんの私服、あと顔も好き、性格も好き、全部好き。みんな好きだけど、みんな好き。ナナちゃんとにかくおしゃれなんですよ。私ナナちゃんのあのベレー帽姿が大好き。みんな見てください。絶対見てるかもあら、また中吉だ。このパンダちゃんめっちゃ辛口じゃん。辛口、辛口だね。あ、また来た、また来た。お願い、大吉大吉。あー、もう多分中吉しか出さないね、このさ、パンダちゃんダメだね。今度こそ、今度こそ。ねえ、やだパンダちゃんiPhone の Siri でおみくじって言ったことありますか？ない。言ったら出るんですか？言ってみる。ヘイシリー、ヘイシリー、おみくじ。あ、中吉だって中吉しか出ないね、これ。絶対さ出ないよこれ。ちょっと他のショールームでさ大吉出てる人がいたら教えてください。ちょっと私も見に行く。あ、パンダが中吉なの、そういうこと。ダメだ、もうダメだ、このパンダちゃん悔しいダメだね、このパンダちゃんは。あの、あれで決まってるんだ。あ、一番最初大吉出てたよ。え、そうなんですか。よし、じゃあ大吉だ。私大吉だ。初めてリチャキのおしゃべり会申し込んだ。本当ですか、ありがとうございます。もう友達だからね、たくさん話しましょう。嬉しい。あ、大吉、大吉出た、大吉出た。待って、ちょっと嬉しい、やった。よし、大吉だ。あ、ちょっと見てない、見てない見てない、見てない。大吉、ありがとうございます。よし、大吉だ。何も出てないよね、大吉だよね、ずっと。嬉しい、大吉出ちゃった。ダメだよ、今日じゃないよ、今日出てないよ、今日大吉だ、大吉、嬉しいね。うちら大吉だって、みんな誰、今日出した人誰だよ。ね、でもありがとうございます、大吉だったからね。ありさちゃん、ハートありがとうございます。ね、何もなかったよね、うん。ね、なんだっけ、兄弟吉だったよね、兄弟吉このリチャキちゃん配信見てる人はもうすでに大吉ですそう、大吉だよ、みんな大吉出してからね。占いはいいことだけ信じるタイプ。違うよ、全部良かったからね、全部ね今日大吉、今日の見てない。私はね、お羊、大石だ、大石だだけど見てない。キャー、めっちゃけのおしゃべりが当たってるから大吉です。お、それは大吉だねそれは大吉だよ。みんな新年初めて見た配信、めちゃきちゃんだから大吉だね。大吉だよ、大吉だよ、やった、大吉。みんな新年ってどんなさ、何のテレビ見てましたか？逃走中、紅白。私は今日録画してもらってた紅白を見ました紅白見た、ちょっとだけだけど見たよ。友蔵さん、センスありがとうございます。今度さ、あれしたいな、今度配信で
あれしてみたい、今年の目標を書くみたいな、習字で習字してみようかな。昨日なこさんの寝顔見て可愛かったなこさんが寝てるとこちらって見て可愛かった。眠ってた。年越しはジャンプしたの？それがね、お風呂だったからね、気づいたら年越してました。悲しいね。みんなジャンプした？ジャンプ、年越すときにジャンプ。はじめまして、はじめまして。書き初めみたいちょっと字ちょっと書くの練習しとこうかな。こんばんは、こんばんは。お風呂でジャンプした？お風呂で多分、お水はジャンプしてました。シャワーは、シャワーがジャンプしてました。四字熟語書いて、あらまいとこ見せようね、見せよう、四字熟語書いて。ハウステンボスにいたからジャンプしたぜ。いいな、私もハウステンボスいたかったから、ちょっと来年ジャンプしよう、一緒に。ジャンプしながら叫んでたどういう状況？見たかったんだけど、見たかったな。いっちーさん、大喜利ありがとうございます。センスか、間違ってた、ずっと。ありさちゃん、ハートありがとうございます。ポテニー、トットイありがとうございます。レジャーケアどこから洗うの気になりますか、それ。髪の毛かな、髪の毛。朝ごはんさん、星ありがとうございます。ありさちゃん、ハートありがとうございます。悲しい年越ししたので聞かないでください。どうやって年越ししたの聞いちゃうやつありさちゃん、ハートありがとうございますねえって笑ってる、笑ってる。ありさちゃん、ハートありがとうございます。お風呂長そうだね。確かに長いかもしれない。お湯に浸かってるのが好き。クリスマスに40度になってた。大丈夫ですか？40度ってめっちゃきつくないですか？きつい。よかった、治ったかな。治ってよかった。リラキちゃんはシャワー派？浸かる派？浸かる派。ホテちゃん、かわいい、ありがとうございます。腕がやっぱりしんどいでしょ？全然しんどくないです弟くんは何してるの？何してるかな。弟くんはね、多分遊んでるかな。さっきまで大富豪して、鬼ごっこじゃなくかくれんぼしてました。ありさちゃん、ハートありがとうございます。かずきち、とうとうありがとうございます。書き初めは楽勝だったな。学生の時将棋習ってたからな。わ、いいな、私も将棋習っとけばよかった習字、私ちょっと字はちょっとあんまり上手じゃないんですけど、頑張ります。気合い、気合い、気合いで大富豪とか大人数でやる楽しいよね。楽しいよね、楽しい。大富豪好き。スマホリングつけてたら置けるようになる。本当？スマホリング、あ、丸いやつか。今度買ってみようかな。買ってみよう。おすすめ？おすすめですか？ありさちゃん、ハートありがとうございます。今何分ぐらいしたかな。次はこっちに移動酔っちゃうかもしれない、みんなが。コッペが字綺麗だから教えてもらうね。上手だよね。てかもうメンバーみんな上手なんだけど、私一番下手くそかもしれない。ポテちゃん、星ありがとうございます。ありがとう、星。弟くんにめちゃくちゃ好きって言ってギューされたことある？絶対にないです弟はちょっとね、あのツンデレだからない。めちゃきの字は可愛い。
本当ですか、てんてんてんが怪しい怪しいてんてんてん。今年はリチャキちゃんにも覚えてもらえるように頑張ります。頑張ってください。リチャキもちょっと覚えられるように頭良くなります。イッチーさん、センスありがとうございます。アリサちゃん、ハートありがとうございます。縦にしたらいいかな、ちょっと近い縦みんな酔っちゃうかもしれない。仲良くなれるように頑張ります。もう仲良しだよ、もう仲良しだはず。私結構人見知りだけど意外とお話できる、皆さんとはできる。リチャキメール取る人増えるように、ぜつくぜ、待って、漢字読めないとか言えない、なんだろう、月録付録します。付録ありがとう縦にしたらテレビに立てらない、立てるかな、やってみるもう挑戦配信みたいになってる。人力、そう人力だよね、分かってたよ、人力だよね、人力、人力だね配信スタートしてから約50分だね。みんな大丈夫？50分も経ってるけど酔ってないですか？リチャキさんはファンの皆さんにツンデレじゃないの？ツンツンかな、私ツンツン。アリサちゃんハートありがとうございます。全部読んでるかな、私心配になってくるぞ。何時までする？まだ決めてないかも。何時でも、何時でもじゃない何時か、何時かにする。あ、また中吉出た。違う、大吉だった、大吉、大吉だ。リチャキがツンツンで困ってますね。困ってるでしょ、リチャキ。なかなかデレデレしないでしょめっちゃ嘘って書いてあった。夜中の3時で大丈夫かな？そうだね、成人してるから大丈夫かなアリサちゃん、センスありがとうございます。みんなもしおせちとか食べたかったら食べてきてくださいね。全然リチャキ、リチャキも食べたから食べてきてくださいね。いっぱいおいしいの食べてきてね。お正月だからお餅でも食べてきてください。リチャキちゃんは晩ご飯もう食べた？食べた、さっき食べてきた。お疲れ様です、お疲れ様です。すき焼き食べた。いいの、美味しそう、すき焼き、いいね、すき焼き。こんばんは、こんばんは。筑前煮食べる。お、筑前煮もいいですね。全部いいですね。今年もよろしくお願いします。よろしくね、よろしくお願いします。ペコリペコリ。イッチーさん、星ありがとうございます。出てください、無理ツン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 、嘘だよ嘘だよ。アリサちゃん、だるまありがとうございます。なんか来た何？誰？ベイちゃんじゃんありがとう。なんか道具が来ました、道具来た、見てこれが来たこれわざわざ弟が持ってきました。うちは誰でしょう、これを持ってきました。おばあちゃん家にグッズがあるってことを見せてってことかな。これだよ、はい見せてほしいみたいいける、かわいいですね、これ。はい、おばあちゃん家にあります、ちゃんとあるよいい仕事するでしょ私の弟たち。その可愛い子誰？誰だろう、この可愛い子ね。ちょっとでもさ、こう見たら顔似てない？
顔似てない？違う子かな。でもちょっとよく見たら顔似てる気がするけど、リサキ大場って人だって覚えないとね、みんな。そう、ニカモチ、ニカモチちゃんと仰げるし、これでこうやってね、風が吹いてくるんですよ。しかもこれをあのね、どんなことができるかな、こう飾れるし、飾れるし、見ててね、ちょっと見せてあげる。こうやって飾ることもできます。こうやってあのお部屋が可愛くなるし、これを置くだけで、これはいろんなところをこうやって一緒に旅できます。旅できるし、歩いていきます。だから一緒にこうやって歩いてください。歩いてね、これと覚えた、ちゃんと顔。こんな顔だよ。ほら、歯も真っ白、歯も真っ白だし、ほら目もさ、目もちょっと輝いてない？光で輝いてるし、ほらね、前髪もなんかここさちょっとうねってるけどさ、まあ、ここはまっすぐに見えるじゃん、よく見たら。いいね。寒い時とかこれ持ってたら暖かくなるかもよ、もしかしたら。お高いんでしょう。いや、これが実はお安いんですよ。お安いかな、わかんないけど、お安いかもしれない。ちゃんと袋にも入れてくれてる。ちょっと後で袋取って仰いでねって言おう。待って、内髪にするのがすごか。内髪に仕方合わせ、特に前髪、特に綺麗。本当綺麗かな、私こっちのこと。待って、うちはツーショット撮れる。次のうちわは買えます。よかった、買ってくれるんだって。よかったね。うん、よかったよ。だって、よかったね。ちょっとうねったの、その時ちょっとうねったの。今撮ってほしい、うちわの画像、これがいい。コントってね、おばあちゃんたちが下で笑ってる気がする。笑い声聞こえるんだけど。違うかな、もし私じゃないかもしれないけど、笑ってる気がする。声変わってないのくさ、ちょっと変えてみる、聞いてみたい、この子の声。なんかまた来たんだけど。何、次は。キャー、なんか転がってきたんだけどね。なんか来た、見て、これが来た。どういうこと、これでさ、なんかコントしてってこと、絶対無理なんだけど。分かった、何がお母さんたち言いたいか分かった。私分かっちゃった、もう。いや、絶対これさせたいんだ、私に。みさきちゃん、みかん食べる？うん、食べる。どうぞ。パク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 。見て、ほら、一瞬でみかんも食べれるんです、この子。この子ね、めっちゃ、あの、食べ盛りだから、あの、なんか、ご飯とかあげたら、もうすぐ食べちゃうの。もうみかんなくなっちゃったもん。絶対これさせたいんですよね、多分。絶対そうだよね。合ってるかな。でもこうやって魔法が出てきて、こうやってね、すぐ現れるんです、みかんが。でもう一回食べるって言ったら、うん食べるって言って、ポコポコポコって食べて、まだなくなって、パッてしたらまた食べれる。これかな、多分させたかってこと。それか、私に食べてほしいのかな、食べてほしいの。食べる、じゃあみかん、みんないる、食べる、食べてみようかね。なんかさ、笑ってる人、下で笑ってる気がする。よし、食べよう、みかん食べるね。でもお腹いっぱいだな、ちょっと食べてみる。でもうちわが半分食べるからいっか、食べる。私ね、低い声も出るの、実は。あ
20声なんだ。声高いところから低いところまで出せるんだ。そう、歩くし食べるし声出るし、そうだから、うちはもし家にうちわ届いたら大変かもしれないけど、仲良くしてやってください。うちわちゃんと一口で食べてとか無茶ぶりに来てるんだけど、みかん食べる？みかんってどうやって開ける派ですか？私はね、お花にする派。食べてみる？もし入んなかったらうちわにあげよう。うちわちゃんの食欲やばそうだからしまっとくわ。泣いちゃうよ、うちわちゃん。でもね、うちわちゃんは勝手に歩いて外に出てくるよ。私はね、ちょっと待って、新年だから綺麗に剥きたい。待ってね、よし、できた。どうですか、お花、お花形。ほら、嫌なんて。食べます。ねえ、なんかめっちゃ騒いでる気がする。大丈夫かな。いただきます。うん、ふんふん。おいしい。甘い。甘酸っぱい。おいしいね。白いさ、ところ、むく派ですか、皆さん。私はむく派。でも、本当は食べた方がいいって聞いたことがある。うん。うんうん。うんうん。おいしい、めっちゃ。なんだろう、食レポって言ったら、食べた瞬間にね、皮の部分が歯でプチッと破れて、なんだろう、あのみかんの汁がチューってくる。俺もみかん食べようかな。食べる？いる？ちゃんと白皮剥いてからあげるね。次は何が来るかなって言ってる。もう期待しないでください。多分もう来ない。さすがに2回も来たからね。2回も。はい、言いますか。どうぞどうぞ。みかん美味しいですか。美味しいよ。じゃあ腹話術みたいなのに口動かさない。美味しいよ。美味しいですか。よかった。ね、そう言ってきちゃうよねとか言ってたらさ、あのお母さんたちもさ焦っちゃうかもしれない。見てたらさ、おやばい、また期待されたよって言って今考えてるかもしれないね。綺麗に剥けましたね。そう、綺麗に剥いちゃう派なんですよね、実は。でも前、小学生の時にあのみかんをちぎるのがちょっと下手くそで、みかんの皮を剥くときにお花形にしなくてポロポロ剥いてたんですよ。そしたら同じ班の子に「へえ」って言われて、ちょっと剥き方汚いって言われて、その子はこうやってパカッて剥いてました。だからそれに憧れてみかんの皮を剥くのをきれいにするように心がけたらお花にできました。うん、うんうん。おいしい。来そうで、なんか落としたけど来なかった。皮も食べてる友達いた。皮も？嘘、本当？皮も食べれるの？食べてみる、みんな。釣り先はちょっと無理かもしれない。
硬そうな気がする。なんか来そうなんだ。みんな絶対さあ耳尖らせてるでしょ。最近の声じゃなくて。ねお腹いっぱいお腹いっぱいだよちょっと。ありがとう。なんか喋ってみる？なんか喋ってみてよ。ね、なんか喋ってよ。なんかやめて。あって言ってみて。うん。おバイバイ。もうどんどん太っちゃうけどまた来てくれました。カレー。さっきおせち食べたけどカレー来ました。ちょっとさリチャキちょっとさ食べ過ぎじゃない？大丈夫かな。リチャキお腹いっぱい食べてみる。でもね私食べ過ぎで絶対食べ過ぎ。おばあちゃん家に来たらいっぱい食べてしまいません？さっきおばあちゃん家に来てすぐにマドレーヌとあのナッツみたいなやつのお菓子食べてコーヒー飲んでその後におせち食べたんですよ。いっぱいエビとか。でもお腹いっぱいって言って上に上がってきてショールームしてそしたらみかんが来てカレーかけました。もう困っちゃうな。私に食べてほしいんだな食レポ。じゃあカレーも食べていきたいと思います。スプーンもちゃんとありました。スプーン曲げるチャレンジしてみる。じゃあ待ってね。ちょっとマジックス。こういう時は念力を込めるんですよ。どうですか曲がってませんね。そう曲がるの。てか確かに全部見てるってことじゃない。ずっと恥ずかしい。確かに飲み物ないね。みかんが飲み物ってことかな。しょうがないな。じゃあいただきます。いただきますよ。みんなもじゃあ一緒にご飯食べよう。いただきます。いただきます。カレーちゃん、これはいとこのお父さんとお母さんが作ってました。うん、おいしいです。なんて言ったらいいんだろう。なんか見てください、具だくさんなんですよ。まず具がたくさん入ってるし、あの美味しい。めっちゃ愛の味がしますね。美味しい、美味しいですねカレー。うん美味しい。野菜は何が入ってますか？お肉とじゃがいもが入ってる。お肉とじゃがいも。一口が大きくなっちゃう。うんうんうん。お肉がめっちゃゴロゴロ。美味しい。めっちゃ美味しいです。食べる順番逆じゃない？確かにみかんを先に出してきましたね。多分さみんながコメント欄でさ次は何かなとか言うからさカレー持ってきたんじゃない？グー大きい。そうグー大きい。うんうんうん。ティッシュ取らせて。いやおかわりしようのか。もう食べますか皆さん。食べる？またお家のカレーとは違った味がしますね。
じゃがいもが大きい。大きいね。美味しいでござるですね。お肉は何肉？豚？豚かな。ねえ、正月から頑張って食べて泣けるじゃない泣ける泣け泣いてますか。ガチでお腹いっぱいさ、ね、結構お腹いっぱい。結構か。それよりもトイレに行きたいめっちゃトイレに行きたいちょっとトイレ行ってこようかな一瞬。ちょっと待っててくれますかトイレに行きたい。じゃあ30秒で帰ってきていいですか。30秒じゃない、なんかまた来る予感がする。おいで、入ってきていいよ。こぼれる。ありがとう。あのお腹いっぱい。ありがとう。だってありがとう。ちょっと待って。帰る？カーディガンが。ユウトも来たの？で今映っちゃう。映っちゃう。まちゃん、ちょっとまちゃんちょっとこっちかも。だって。なんか。あ、待って映った。映った映った。大丈夫？映った？ダメだよ。私は隠すわ、ね、大好きないいとこがいますここに待って映っちゃったから大丈夫かな。バイバイ、ありがとう兄ちゃん。あ、映った、待って映ったかもしれないもしもあのもし乗せないでほしいです。よかったら、よかったらじゃ乗せない、セーフかな。よかったあのお願いします。学校とかでね、もしかしたらギリ、もうダメだよ映りたかったのかな。お茶を持ってきてくれました。顔は映ってない、ほんとよかった。ちょっとトイレ行ってきていいですか一瞬。ちょっと一回トイレ行ってきます。このあ、じゃあ待って、私の代わりに出席がしゃがいますから待っててください。はい、この子で待っててください。カレー食べててね。あ、見えない。カレー食べててね。あ倒れちゃう。あー、ダメだ。この子はちょっと立たないみたい。はい、ちょっとトイレ行ってきます下に。ただいまー声聞こえてた？声声聞こえてたかな？うんって言ってるちゃんとトイレ行ってきたよ。ただいま早いでしょ？急いでしてきた。おばあちゃんたちの声聞こえてたなそこそこ聞こえてた。
ママの声ってことにしとこう。確かに。あ、お花摘みって言うんだ。お花摘みね。お花摘み言ってました。ただいま、お花摘んできたよ、いっぱい。早いでしょ。早いんだ。じゃあちょっとしたらランキング読んでおしまいにしようかな。結構長かったですよね。しかもたくさん付き合ってくださってありがとうございました、お正月から。待って、やだ、ちょっと恥ずかしい、コメント欄ちょっとやだ。見ないどこ。そう、迷子になってた、迷子に。お茶、うん、ルイボスティー、お茶とリチャ、リチャです。新年初日からありがとう。確かに、ちょっとだけ続けよう。じゃご飯を食べよう。じゃあカレー食べ終わったら終わろうかな。待って、お腹いっぱい。みかんを食べて一回ちょっと休憩しよう。大食い企画みたいだよ、ちょっと。いつか大食い企画やってみたい。多分結構食べれると思う。持ってきてくれたの。ボール、はい、パス。やっちまう。やった。何これ、クマちゃんみたいな。なんでご飯食べてた。ありがとう、また来てくれたのね、バイバイ。どういう状況、ちょっと。ご飯食べるところでやってました。ごめんなさい。何の遊びって。ボールも。ボールも多分ね、多分私ね、私に会いに来たいんですよ。多分可愛いですね。寂しいのかな、ちょっと遊んでほしいのか。確かに早く戻った方がいいかもしれない。ちょっと早く帰りたい。ちょっと急いで食べますね。じゃあキャッチボールがしたいのかもしれない。ちょっとお腹いっぱいだから後で食べようかな。ちょっと一瞬ちょっとランキング読もう。もうちょっとさ、いとこが待ってるから。じゃあ読んでいきます。ちょっと13位がタモちゃん。タモちゃんさん、ありがとう、ありがとうございます。12位がアリサちゃん。アリサちゃん、ありがとうございます、ありがとう。11位がイッチーさん。イッチーさん、ありがとうございます。10位がポテニー。ポテニー、ありがとうございます。9位がカズキチ。カズキチ、ありがとうございます。8位がルンルン。ルンルン、ありがとうございます、ありがとう。7位がハピーチさん。ハピーチさん、ありがとうございます。6位がチーさん。チーさん、ありがとうございます。5位がポテちゃん。ポテちゃん、ありがとうございます。4位が朝ごはんさん。朝ごはんさん、ありがとうございます。ご飯いりますか。あ、3位がはるかいさん。はるかいさん、ありがとうございます。じゃあハート、明けおめポーズしよう。じゃあ明けおめ、うん、明けおめ、これでいいや。明けおめポーズ。2位がレイニア。レイニア、ありがとうございます、ありがとう。あと1位が修行さん。修行さん、ありがとうございます、ありがとう。あの、ありがとうございました。ハウステンボスもしっかり見つけました。あ、ハート。
そう、秋山の絵。ちょっとカレーはあの後でゆっくり食べたいと思います皆さん、じゃあ、あの秋嫁ありがとうございました。秋嫁配信また今年もよろしくお願いしますよろしくね、今年も。じゃあ皆さんも、私もいいとこと楽しみます。皆さんも、ん、誰かと楽しんでくださいバイバイ、皆さんありがとねー、バイバーイ。たくさん長い時間ありがとうございました